はいどうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。黄金鏡のエルドリッチです。さあ、皆さん最近なんですが、OCG の方でですね、エルドリッチストラクチャーが発売されるのご存知でしょうか。あのタクティカルトライデッキというデッキが実戦級のストラクチャーとして、いきなりその、まあ、強いカードいっぱい入れて、まあ、発売しますよっていう、まあ、ストラクチャーがですね、今マスターデュエルでも実はあのレンタルデッキとしてランクマとかで使えるようになっていまして、この試みすごく素晴らしい試みだなというふうに思っているんですが、実戦級のストラクチャーの内容を、まあ、ちょっと見ていただきたいんですけども、これ一応3種類ありまして、エルドリッチのストラクチャーこれですね。はい、まあなかなかね強力な永続トラップが死ぬほど入ってて、まあ、ワンチャン普通にこのレンタルデッキに負けるんじゃないかなっていうね、話あるんですけど、一個忘れてるモンスターいるんすよね、コナミくん。うん。一個忘れてるモンスターいるんすよ。それが何かと言いますと、エルレイ・コンキスタ・エルドリッチさん。これです。融合のエルドリッチ。融合召喚条件は、エルドリッチモンスタープラスレベル5以上のアンデッドモンスターという。まあ、なかなかね、許そうな、まあ、条件で出せるモンスターでございまして、ストラクチャーにも入らないし、なんならランクマのお友達のエルドリッチ敵にも入ってるの見たことないし、このモンスター召喚ムービー実はあってなんかめっちゃかっこいいんですけど、誰一人使ってないですね、マジで。これ盛らずに言うと本当誰一人採用しないんですよ、マジで。ということで、本日は全力でエルレイコンキスタエルドリッチというモンスターを使っていきたいと思います。やっていきましょう。このモンスターを出すために採用した最強カード、黄金鏡の七魔天。1番、手札フィールドからただの融合。2番目、セットカードを一応使いなくするだけ。特に墓地から除外し特化して、黄金鏡カードとか、エルドリクシルカードとかをセットする効果はありません。やっていきましょう。デュエル、スタンバイ。エルレイ・コンキスタ・エルドリッチって名前めちゃくちゃかっこいいよな。まあ、誰も使ってないけど名前はマジかっこいい。これちょっと金券で永続拾いに行かないと、金券使うとこれドローできなかったんだよな、俺ホルスで。まあいいか、まあ、先行はさすがにね永続拾いに行くのが板なんで、永続拾いたいですね。なんかあ軍友かってきた。あ神聖も強いな。イムセハーピーはちょっとどうでもいい、バンシーもどうでもいい。まあ一旦これ軍友かってもらうんじゃねえ、これさすがにな。まあ、エルドリッチの本体はね、永続トラップと言われてますんで、まあ、永続トラップをどんだけパカれるかっていう話なんでね。っていうか、なんかそろそろOCG の方ではね、あ、これ発動しましょう。OCG の方では、ストラクチャーも販売されますんでね、まあ、タイムリーですね、意外と。エルドリッチデッキ。非常にタイムリーと言っていい。まあ、ちなみに、このデッキから、多分融合モンスターと融合の魔法を抜いていただければ、多分ね、結構強いデッキなんじゃないかと思いますけどね。個人的には。で王の棺の効果で、これ王の棺の効果で、このエルドレッチの魔法トラップって結構捨ててもね、これ墓地効果があるから、基本的には。これが強いんだよね、めちゃくちゃ。ちょっと引っ越し勝負つかないと思う、捨てちゃってくて。これさ、これがすごいいいところだよね、エルドレッチデッキの、とホルスの相性。とりあえず、脳死でトラップ、魔法トラップ捨てると、なんか墓地から帰ってくるっていう。まあ、無限法要はまあなさそうな気がするけどな。これちょっと一回チェーンオフにされてたらちょっとわかんないんだけども、 The Undead Vampire? The Undead Vampire は効果をしていいですか。まあ、とりあえず一回これは先に効果使ってから後でいいから、 The Undead Vampire の効果を発動。オーバーレイミット1個使いまして、デッキトップ4枚墓地を送ります。アスネークアイか、なるほど。はいはいはい、あ、これジャガン神殿落ちたの、でかっ。とりあえずエルドリッチさん出していく。かっこいい。この新規イラストの方の、ね、エルドリッチめちゃくちゃかっこいいよね。とりあえずイムセティは出すのを確定していて、あーなるほど、まあ、とりあえずちょっと白き定めのエルドリクシルの効果を起動して、魔法トラップカードセットしに行きます。まあ、黄金鏡なんでね、まあ、融合一応出せるけどな、まあ、先行で出すモンスターじゃないから七万点とか言うほど誰一人使ってないエルドリッチ魔法トラップをね、セットして融合しに行くっていう動きはもちろんできるんですよ。アンデッドワード貼ってるんでね。なんですけど、まあ、さすがに弱いといったところで、まあ、これは、まあ、パッカル永続パカ太郎をすればいいから、エルドリッチ出しとくの結構ありだな。
エルドリッチ出してこれコンキスタ送って、でコンキスタであと赤木セットして赤木でドーハスラー出していくっていう、ね、最強のムーブができるんで、エルドリッチってあんまりその展開デッキじゃないんですけど、基本的にはなんかねホルスとか入れると結構展開デッキ的なムーブできるんだよね。これが面白い非常に。でエンドフェイズ、コンキスタの効果で赤木セットして、で赤木で、ドーハスラー出しましょう。ドーハスーラ出して、でまた無限保有あったら打ってるから多分ここ打っちゃっていいんだよな。赤木をで、ドーハスーラ着地させて、モンスター効果向こう構えていくのが一番強そうな気がします。さあ赤木しどりのエルドリクションの効果発動。あ G か、なるほど、これトップだな。G はまあまあまあ、でも今のところは1枚しか特殊はしてないから、まあそんなに痛くないかなって気がするけど。さあ赤木千留めのエルドリクシルの効果によって、エルドリッチがいる場合はデッキから好きなアンデッド族何でも特殊召喚できるので、いけ資料をドーハスーラ爆弾。こいつはちなみにアンデッド族モンスターの効果を無効にできるが、今アンデッドワールド発動してるため相手のモンスターも全部効果無効にできるぜ。何あ、ディアベルスター OK、 いいよディアベル、なるほどディアベルスター OK。ディアベルスターちょっと鬱陶しいな、これ反逆セットされたら普通にドーハスーラやられるか無効にするか。ちょっと一応、まあ、一応無効にしといた方がいい説ありますね。これで反逆とか言われてなんかドーハスーラがなんかあの魔法トラップに埋め込まれるみたいなパターンあるんで、ちょっとクソうざいんで、まあ、とりあえずそれを一旦アンデッド族モンスターの効果が発動したんで無効にします。まあ、アンデッド族に強引に変えてアンデッド族を無効にするっていうのが超インチキ効果なんだけど、で群雄割拠発動して、アンデッド族だけでお願いします。あのお互いのフィールド上にいられるやつ、手札になんか炎属性だ、炎属とか溜まってるかもしれないですけど、あのアンデッド族のみでお願いします。はい、よしよしよし、手札の炎属モンスター絶対あ、そんな癖ある、やば、そんな癖あります。ドロー来た、最強カード、誰一人使ってない最強カード来たぞ。誰、エルドリッチスカイも本当に効果を知らないと言われているこの黄金鏡の島店、この最強カードによって、このカードはちなみにメインフェーズに、手札フィールドから融合モンスターによって決められた融合ソイヤを墓地へ来て融合モンスターを出せるぜ、かっこただの融合墓地融合ぐらいさせろや黄金鏡エルドリッチとホルスの栄光イムセティを墓地よく、ちなみにホルスの栄光イムセティをアンデッド族になってるために融合スパインできるぜ。これが公式が忘れ去っていると言われている最強のエルドリッチモンスターエルレイコンキスタエルドリッチ融合召喚、かっこいい めちゃくちゃかっこいいやん。さあ黄金鏡の島店の効果、相手のセットカードを選択しそのカードを、ターン終了時まで発動できないようにするぜ。強すぎ強いのか知らんけど、エルドリッチさんの効果はちなみにどういう効果も、エルレイコンキスタの方ですね、エルレイコンキスタ君の効果を皆さんに お見せしましょう。今からエルレイコンキスターエルドリッチ各黄金鏡エルドリッチとして扱うの効果を発動、フィールド上のアンデッツモンスターをリリースして相手のモンスターをコントロールパクる各永続、強すぎ、つえー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 のか知らねえけど、つえーのか知らんけど、ちょっとジェットシングルとか除外しよっか。白王ドーハスーラーの効果を発動、アンデッドモンスターが効果を発動したとき相手のフィールド墓地の、モンスターを除外することができる。うわっ、自分のカードの効果除外できるのか、さらにこれジェットシンクロン、貴様は永遠に除外されろ、よし、そしてお前のディアベルスターはアンデッド族となり私のコントロール下に置かれる、さらにホルスの栄光イムセティを特殊召喚、強ホルスとアンデッドワールドとグユカケのなんかあの相性神だないけー、うわエルドッチビーム、ドハスラビーム、えコンキスタビーム対戦ありがとうございました。かっこよくない、まあ、なくても勝ってるって言われたらそりゃそうなんだけどね。ちなみに、なくても多分勝ってる。ちなみに皆さん、このエルレイコンキスタエルドリッチってなんか対戦相手とかで出されたことあります？僕はあの無限にエルドリッチとは対戦してきたと思ってるんですけど、まあ特に初期の頃ですね、マスターデュエルサービス開始初期の頃はめちゃくちゃエルドリッチいっぱいいたんで、たくさん戦ってきた記憶あるんですけど、マジでエルレイコンキスタエルドリッチ出されたこと一切ありませんね。ゼロ回です、出された記憶ゼロ回っていうか、採用してるやつも多分ほぼいねえからほぼいねえから、なんならデッキ中に入ったやつもゼロ人だったんじゃないかって説あるんだけど、ちょっとこれはまあ諸説なんだけど、
マジでね、使われたことほとんどないんだよね、本当に。まあ、公式のね、あの発売される実戦級の強さを持っていると言われているあのタクティカルトライデッキ、まあ、ストラクチャーデッキですね、エルドリッチの。あれにもあの融合エルドリッチ、まあ、エルレイコンキスタさん入っておりません。はい、採用されておりません。まあ、実戦級のエルドリッチデッキで入んないってことは実戦級のパワーではないと判断されてるんですね。つまりあの公式が実戦級のパワーはねえと判断してるんですよ。そういうモンスターを活躍させてこそ、やっぱ、竜実況チャンネルだと思ってるんで、俺は。強引にね、そういうモンスターを活躍させる、一応チャンネルだと思ってるんで。ええ。意気揚々と、ドヤ顔で使っていきます。本日は。まあ、とりあえず、4枚セットやめてください。4癖は勘弁。でも、拮抗勝負めっちゃ刺されそう。それは。拮抗勝負これ刺さるじゃん、これ。絶対に。絶対に刺さるわ。拮抗勝負先の可能性あるのこれ。なるほど。とりあえず脳死バトルフェーズ入る。脳死バトルフェーズ入る。で、メインツー入る。ウェーってやって。ウィーってやって。ウィーってやって。あー、アラート入る。どうぞ。これね、レスケースとかスネークアイとかって拮抗勝負効いてくれるから熱いよね。なんでも向こう構えてくるデッキじゃないんでね。親顔キックを決められるのマジで熱いからね。キックオフ勝負はまあちょっとエルドリッチみたいなデッキは結構入れてもいいかなっていう気はしてますね。はい、そのなんかキックオフで相手のなんか枚数阻害した後に永続パカれば勝てるみたいなデッキって結構キックオフ勝負強いんですよね。まあ、とりあえずイムセティの効果で、これイムセティのコスクソ強いよこれ。この黄金鏡系のカードたちって本当に別に墓地に捨てることによってアドバンテージ、あ、強いなこれ。アドバンテージを稼ぐことができるため、これめっちゃ強いんですよ。で、王の棺持ってきて、王の棺でこの、なんか引いたバンシーとかをさ、ぶん投げてさ、アンデッドアード貼れるのも強いじゃん。これめちゃくちゃ強いんだよね。本当に。で、まあバンシーの効果起動させまして、ちなみになんか、ドヤ顔でリトルナイトを爆弾させますけど、あとリトルナイト1匹だけでは何もできないんで、基本的には。まあ、とりあえずほっといていいかなっていう感じがしますね。はい。で、まあ、そうですね。とりあえず、一旦ドゥアムテフ墓地送りまして、これね、黄金鏡をね、置いとくかセットするか問題なんだが、まあ、一旦これ出しといてですね、あー、G か、なるほど。まあ、ちょい打つか。ちょっとリトルアで打っとしわ。リトルアで打っとしいから、ちょっと一回このコンキスタドールさんをぶん投げまして、ちょい打ちましょう。まあ、G を打たれたらね、ゼロ枚ドローで止まるのがまあ正義なんで。で、アンデッドズグモンスター2体で融合召喚。アルティメット最強モンスター、アンデッドズグかける2、ドラゴネクロ。アンデッドワールド、あまりにも相性がいい。あまりにも相性がいい。そして、まあ、G 取ってるさすがにホルス蘇生はないから。まあ、これでちなみに、自分の墓地に、黄金鏡カードいっぱい落ちてるんで、一応エルドレクシル系のカードいっぱいセットできるんで、まあ、神戦しかまあ実質ないみたいなとこあるんだけど、まあいいか。まあ、とりあえず黄金鏡のワッケイロと、それから黄金鏡の、コンキスタドールの効果を起動して、エルドレクシル魔法トラップカードをセットできるんで、これでまあ赤木と白木を、まあ、セットしといたらいいかな。はい、一応赤木でエルド出してきて、まあ、白木でやられた蘇生とかもできるかな。一応まあアンデッドとかモンスターって何でも蘇生できるか。いや、エアホイスターこれさすがに神戦だなこれ。ちょっと消えてください。神戦ってチェーンでバレんだよな絶対。相手の効果発動する前にチェーンするから、チェーンっていうか、あー強いね。なるほど、強いけど、そいつ一体でリンク召喚できないだろ。はい、どうぞ。まあ、ちなみに、こいつが、墓地を送られると、一応蘇生できるんですけど、蘇生っていうか帰還できるんですけど、タービランスとかを。まあ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 、全然ね、まあ、召喚金潰しちゃえばなんとなるといったところですね。相手手札そんな強くないですね。言うて、剥がり火もディアベルさもないと。言ったところでさ、何ですかこれは。何のチェーンこれ。G? あー、G 死ぬほど引いてんな。増殖しすぎだろ。まあ、まず、あ、言うて1枚ドローなんで、まあ、言うそんなに痛くないかな。はい、これはでは、まあ、エルドリッチ君出して、かっこよすぎ、かっこよすぎ、マジでめちゃくちゃかっこいいよな。ターン終了時は何もしないわ。はい、でこれで問題なのは、
七馬店来たわ。七馬店来たやん。ガチで誰一人使ってないと言われてるこのトラップカード、あの魔法カード、めちゃくちゃ来るな。なんか俺七馬店に愛されてるな。1枚しか入れてないんですけどね。めちゃくちゃ来るんですけど。さあ黄金鏡の七馬店の効果、てかホルストの相性最強でしょこれ。七馬店だからコスト用意できるからさ。黄金鏡の七馬店の効果を発動するぜ。融合素材とさらにエルドリッチを墓地送って現れろ。エルレイコンキスタエルドリッチバカン。七馬店の効果はお前そして自分のカードもいけんのかい。自分のカードは発動できないとかしないだろ。普通に相手のカードがあるとき言いなさい。そして、相手の、何でしたっけ、プリテンダー、プリテンダーさんは、ちょっと、あの、墓地を食っちゃうとマジめんどくさいんですよ。ガチめんどいんで、コンキスタさんの効果によって相手のモンスターパクりましょう。ちょっとそれください。君の運命の人は僕じゃない。バトルフェイズ。で、ぶん殴って、で3000分殴り、おい3発分殴り、おいからのリバースカードオープン、白木様のエルドリックシュリップ現れよ。黄金鏡のエルドリッチ、エルドリッチビーム。やば、めちゃくちゃ活躍してる。これもしかしてエルレイコンキスタ、もしかして最強なのかもしれない。あーこれ先行欲しかったな。ちょっとホルス、まあまあでも言うてホルスがあれば一応後手もワンチャンあるんでね、まあその辺で頑張っていきたいですね、できれば。あーまあホルスミラーといったところですね。はい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 。ホルスも結構やっぱいろんな型あるんですけど、永続トラップを採用してる永続型とか、あとまあちょっとある程度の展開札をあの入れてシンクロ型とか、あとホルスナチュルとかいろいろあるじゃないですか。だって拡張性能が高いんでね、このデッキってかこのギミックはめちゃくちゃいいギミックですね。診断の中でもやっぱメメントとかは拡張性能ほぼないんですよ。まあ展開ルートとかはまあ一応いろいろね変えていくかもしれないけど、拡張性能がなくて1ミリもないんですよマジで。メメントって結局あの性能のせいで、なんかメメントシーホースってやつがなんかそのメメント以外だと出せないとかいろいろあるから、大体メメントしか入んないんだよねメッキに。だから拡張性能がないから、まあ、結構面白いデッキは強いんだけど、まあ動画のネタとしてはやっぱ適さないというか、ホルスで僕だって今まで何個デッキ作ってきたって感じじゃないですか。もう死ぬほどマジで、一月1ヶ月の中、まあ、30本動画あるとして20本ぐらいホルス入ってんじゃないかなっていうレベルなんですよね。やっぱホルスのギミックって最高だよね。そう考えるとこういうギミックはね、なんか今までもあのティアラメンツとかそういうギミックはもうほんといろいろ出張できたし楽しかったんだけど、ホルスはねやっぱねこのギミックめちゃくちゃ面白かったですね。今までそのあんま使ってこなかったよ、なんかヨカンネモンスターもいろいろ活躍できたし、オシリスとか、なんかアバターとか、うん、光の結界、お前これやべえデッキじゃん。待って光の結界これあかんくない。あ、くっそ。おいお前やってること悪いことあるだろ。俺のターン、いやお前のターン、やかましい、やかましいわ、ジャッカマシーはマジで壁とやってる、マジで壁とやってる、本当にお前それ対戦相手人間だと思ってねえだろ絶対に。マジで許さねえからな、肉壁だと思ってる、これ対戦相手は肉壁だと思ってるやつだ、これな。